夢の舞台ですね。一般の人にも知ってもらえる、テレビでやるので、みんなに、あ、谷山だみたいに言ってもらえたら嬉しいですね。この星は夢の舞台でどこまで輝けるか。伊勢原の一番星、谷山俊樹。2008年のマックス日本王者木戸康弘を生んだ名門谷山ジムの御曹司。恵まれた環境のもと、幼い頃から格闘技に慣れ親しんでいるエリートは、先輩木戸に続き史上2人目の大学1年で全日本学生キックボクシング王者という称号を得た。いや、もう自分が一番下だと思ってるんで、もう上に上がるだけですね。失うものは他の選手より全然ないんで、ガンガン行くだけですね。一番今まで一番打ち合います。打ち合い上等、浦部博隆。幼い頃から空手で頭角を現し、17歳でグローブ空手の全日本を制した早咲きの雄。プロデビューも18歳と早く、今がまさに伸び盛り。所属するチームドラゴンでもそのポテンシャルの高さはトップクラス。自分がこう表の世界に出れる、こうそういう舞台にやっと出れたっていう、必ず絶対倒しに行くんで、今回の試合も絶対に勝って、で自分が63キロで絶対に10年かかる気で頑張りたいと思います。20歳と21歳の若き未来がこの階級を熱くする。浦部博隆 VS 谷山俊樹。